ちょっと、切実なものなので、ちょっと読まさせてください。はい、とにかく、事務雑務がものすごく増えて、通常業務ができない。事務雑務は収入につながらないので、まともに仕事ができない。収入にならない。だから税理士などに頼む余裕もない。収入激減でもう自殺するしかないのかなと思っています。で、またもう一つ、また別の方なんですけども、手取りから半分、月半分以上事務所に払っているのに、さらに税金で払うと事業を起こす利益も意味もない。税金払えず再督促状も来るし、自殺も検討しています。どうせ親戚付き合いもない独り身なので自殺しても良いと思っています。とか、あとですね、毎日常々いつ自殺するかを考えるようになりました。もうなんか僕、これ読んでるだけでもう泣けてくる話なんですけども、もう一人最後の方なんですけど、普通の人には問題なくやっていける制度かもしれませんが、僕はギリギリで音楽活動と生活を両立してきたので、今まで通りでは生きていけないと感じています。こういう生き方を選択した自分の責任ですので、黙って死んでいくしかないのかなと思っています。でも正直本当にもう今でも泣きそうになるんですけど、自分の責任じゃないですから。ないです。諦めませんね、はい。そんなんで諦めちゃダメですよ。もうね、だってこの間の財務副大臣なんですかあれ。ね、あんなんだっているわけだから。そうですね。許せがたいですね。この3000件の回答の中で最も一番きつかったのがですね、まあ10名ほどなんですけども、自殺に関することを。おっしゃってる方も記入してる方が10名ほどいらっしゃったんですよね。で、これ3000件の中の10名で自殺です。これを考えてるっていう、これかなりの僕数字だと思うんですけども。